おはようございます、吉野さん。あのアスファルトの花ね、まあいつも通り気づきのいいお話でございました。そうですね、あの生活保護の方が毎月5万10万稼げるようになるっていうのは、まあ、私に言わせればそんな難しいことじゃないかなと。ただ本当にお金に対して真摯に向き合って、で自分の持てる能力と、そしてその能力を必要としている人を周りから見つければいいだけなんでね。まあ、今回生活保護の方の例なんですけども、インターネット全く使ってないんですよ。私は指導でメールとか動画を使いましたけども、その稼いでる方自体は最新のテクノロジーを使ってるわけでもなくって、誰もができないような特別なことをしてるわけでもなくって、どちらかというと誰でもできることね。特にその73歳の、まあ、おじいちゃんとあえて言いますけども、おじいちゃんの例は30代の頃から40年以上仕事というか社会との接点がなかったけども、今は稼げているってことなんですよ。私と出会って3ヶ月でね、少なくとも、3ヶ月目には10万円近く稼いでるんで、私のところに速稼塾の入金があったってことなんですよね。だから単純に比較はできないんですけども、あの生活保護を受けてるからといってね、人間的にダメなわけじゃなくって、やっぱ引き出せるかどうかなんですよね。で、引き出せない場合は、自分自身で引き出せない場合は周りの人に引き出してもらうと。周りの人に引き出してもらえないなら、まあ、遠くにいる私みたいなのがね、引き出すということなんですけども、その人自身の73歳の人の素材は何も変わってないんですよ。ただ私がメッセージを送って、そのメッセージに従ったところ、まあ、稼げるようになったと。まあ10万円前後3ヶ月目で稼げるようになったってことはどういうことかっていうとね、私10年前の私はね、毎月100万以上の赤字を垂れ流す全く稼げない人間だったんですよ。今は全く逆です。今は当時みたいに一生懸命やって赤字を出すんじゃなくて、ほとんど何もせずに収入を100万200万と得ることができるようになりました。ということはね、この落差、あの日を追うごとにどんどん稼げるようになってくるっていうのが、まあ年を取る一つの特権じゃないですかね。年を取れば取るほど稼げなくなっていくって、これ何なんですかね。ある一定のレベルから体力が落ちてきたりとか記憶力が落ちてきたりとか、それはしょうがないんですけども、やっぱりね、今若い方は特にね、頑張ってもらいたいなと思うのは、10代でバイトを経験して20代で社会に出て30代過ぎてますます稼げなくなったとかね、そういうことではないんですよ。やっぱり稼ぐスキルってどんどん高まっていくと思いますし、特に若い方はいろんな最新のテクノロジーを使ってね、それこそこの方法しかないってわけじゃなくて、たくさんの方法の中から選べるのに、なんか知らないけど、あの、まあ、どんどん所得が下がっていくっていうのはどういうことかっていうと、結局個人個人の進化がもう終わっちゃってるんですよね。少なくとも昭和20年代30年代は個人の進化が社会の進化になっていたわけなんですよ。だから全体が盛り上がったから自分もついでに稼げたってことじゃなくてね、みんなで一人一人が生活を良くしようと、家族を守っていこうと、お父さんお母さんを楽にさせようという気持ちから、国民の総意としてみんなでね、お互い様だったのかなと思うんですけどね。個人主義になってから、なんか自分がものすごく恩恵を受けてることに全く気づけずに、自分がやったことだけをね、誇るような人間が出てきてしまうというのは非常に寂しいことだなと思うわけですね。まあその筆頭を私だってね、お前だって言われたら、まあそうなのかもしれませんけども、まあ誇るべきことを私はしてきてると思うんで、多くの方に知る上を残してると思いますしね。そして私に対して情報商材を提供した人にも十分報いたと思うんですよ。久保さんみたいにあなたもなれますよとかね、久保さんですらなれたんだからとかね、そういう言葉を今まで何回となく使われてるはずなんですよ。元麻雀店の親父がこうなったよとか、でそういう例が今どんどん減っていってですね、どちらかというとこうなっては終わりみたいな、こうなっちゃダメだよみたいなことで、まあなんかね、閉塞感があるんではないかなと思いますね。まあ、最近もね、オリンピックの何だったっけな、テーマソングかなんかを楽曲提供している人が実はね、あの障害者を迫害していた歴史を持っていて、それをね、なんかお笑い飛ばしながら、昔俺こんなことしてたんですよ、障害者の人にうんこ食わしたりね、性的な嫌がらせもしてたんですよみたいなことを、なんかいい気になって喋ってるのね、なんか怒られてました。怒られたっていうかね、バッシングをかなり受けて、で
あんなやつに五輪の代表の曲をやらせるのはどうなんかって言ったらね、いや謝ったからいいんじゃないですかみたいな感じで結局は OK になっちゃったみたいなことがありましたけどね。なんかその、まあ、この方も若い方だったんですけども、まあ、その人だけをあげつらってどうこう言うわけじゃないんですけどもね、なんかこうもう個人の力も失われてるのかなと思いますよね。もうそう思うと秀でた人が出てこないというか、未だに漫画界では手塚治虫が君臨してるとかね、何なんだろうなと思っちゃうんですよね。でなんかワンピースの人もね、よく引き合い出されますけども、あの人も結構な年ですからね、もうすでにね若くないというね、あの人も、うん、だからなんかこうこれが活力を失ってるってことなのかなと思っちゃいますけどね。でビジネスの世界でも結局うまくいくのはなんかね、年重ねた人ばかりになってきたような感じなんですよ。吉田さんの方では若者がね、なんか一発当てたみたいなのがたまに出てくるんで、それが救いなんですけども、私の目にあんまり若い人がどうこうなったっていうのは映らないんですよね、うん、そこでね、今回のちょっとね動画のまとめになりますけども、よくいいじゃないですか、周りの人の5人の年収を5で割ったら自分の年収になるなんて、これ本当なんですかね、うん、だとしたら私の年収はガタ落ちするはずなんですけども、そんなことはないと、周りの人とは関係なく自分の所得が上がってるし、おそらく吉谷さんもそうでしょう。特にそのこういったなんかビジネス塾をやっている人っていうのは基本的に自分以外は所得の低い人に囲まれてるわけですよね。でも落ちないわけですよ、うん、どんどん上がっていくわけなんですよ。やっぱり個人の時代、個人の力、まあそこなんだろうなと。組織からの恩恵っていうのはほとんど受けられなくって、まさにその組織からの恩恵を受けてる人がいるとしたら、個人がその組織からさまざまなスキルや結果を抜き出す力を持っているってことなのかなと思うんですよね。まあでもね、何世界に一つだけの花っていう歌詞、確かに吉田さんに言われて思い描いているんですけども、その軒先に並んでる花を見てね、大ヒットの曲を作るその感受性と、もう花に囲まれていてもわー素敵な景色って言って自分だけが気持ちよくなってそこで終わる人とね、この圧倒的な差、まさに個人の差かなと思いますね。その感受性というのか、うん、自分さえ気持ちよければいいよみたいな感じで、終わってしまうという、そういう時代がもうついぞ長いのかなと思いますね、うん、だからね、私は吉田さんみたいにおせっかいなんでしょうね、きっと。人を稼がしてやろうとかね、人を幸せにしてやろうみたいなね、もちろん最終的には自分のためにやってることでしょうけども、うん、なんか人の悩みにこう耳を傾けるなんて奇特な人間ですよ、もうすでに、うん、しかもその奇特な人間はもう年を取っているというね、うん、やっぱこの構図なんでしょうね、うん、本当はね、若いうちに人の問題解決をできればよかったんですけども、うん、私もそれどころではなかったですからね、まあね、ちょっとね、そればかりかね、人に物事を相談する時点で終わってるぐらいまで思ってましたからね、自分で何とかしろよみたいなね、人はお前一人で生きていくもんだみたいなね、どっかで取ってつけたようなセリフだったんですけども、でもあの頃の気持ちってのは今思い出すと、あれ本当のことだったのかなと思っちゃいましたね、うん、まあ思いながらも今日も相談事が来てたんでね、ちょっと返信してあげないといけないなと思いました。まあ、人はね、問題を自分では解決できずに他者に解決してもらうんですが、問題解決が得意な人はたまに出てきて多くの人の悩み相談を受けてるんですよね。ここにも問題解決できるスキルの二極化っていうのがあって、泣き言ばかり言う人はね、でもいつも強気な人、何なんでしょうね。いやー、映画って本当に面白いもんですね、ということで今回はね、なんかテーマなんでしょうねテーマ二極化でいきましょうか、うん、まあ、これ個人的に誰かをね責めてるわけじゃなくて、全体的に一般論で申し上げると二極化ってような仕組みは個人から始まってると思ったんですよ。二極化ってものがあって、そこに個人が当てはめられてるわけであって、一人一人の行動と結果がそうなってるってことです。特に稼ぎに関してはなんか全然稼ぎ方が進化してない、3年経っても5年経っても10年経ってもまあ、同じような稼ぎしか叩き出せない人とかね、もっと言ったら稼ぎが減っていく人とかいるわけですけども、それ時代の変化とかなんとかじゃないんだろうなと思います。最新のテクノロジーを使ってなくてもちゃんとね3ヶ月経って
なんか30年以上40年自ら稼いだことがない人間がいきなり73歳で3ヶ月目に10万円とか稼いでるわけですからね、ちょっとね奮い立ってもらいたいなっていうところありますね。じゃあ行ってらっしゃい。